かちゃんです。今日はこちら、じゃじゃーん。はい、マクドナルドからラムネのシェイクが発売されました。今日はこちらのラムネシェイク VS ラムネ早飲み対決したいと思います。シェイクってそもそも飲みにくいと思うんですよ。なかなか出てこなくて、このストローを通ってこなかったり、そして冷たいからね、そこがまた難しい。そして炭酸は炭酸で僕めちゃくちゃ苦手なんですよ。皆さん知ってると思うんですけど、なのでこれいい勝負なんじゃないかなと思って、今回は対決したいと思います。皆さんどっちが勝つか予測してみてください。こっちにアンケートを載っけるので、ぜひみんなも予測してみてください。それぞれね、どれぐらいタイム違うのかとかいろいろ気になるので、それでは早速いきましょう。まずはこちら、パッケージがなんか懐かしい感じでレトロチックで可愛いです。マクドナルドとラムネのコラボ商品です。それではタイム測っていきます。位置についてよーいスタート。おいしい。もう残り3分の1ぐらい。うん、1分半経過。うん、中身こんな感じで飲み切りました。僕頭痛くなんないんですけど、口がこうあるじゃないですか。口、これ歯だとしたら、ここがすごくね冷たくて毎回やられるんですよ。ストローで飲むとちょうどベロの上の方のところがさ、ストローでダイレクトに冷たいのバーって当たるから冷たくなりすぎて痛くなるんですよ。っていうところが本当に弱点で、頭痛くなんないんですけど、僕のここが克服できればシェイク早飲み超強くなるなって思うんですよね。そこをなんとか克服できないかな。そしたらもう最初から最後までもノンストップで飲めると思う。悔しい。っていうところで1分43ですね。それでは続きましてこちら。いやー、これもしんどいよ。本物ラムネですね。量はねこっちの方が多いんですけど、前回のプリンシェイクでも失敗したんですけど、 S サイズのみこのデザインなんですよ。これ皆さん気をつけてください。インスタとかね撮る方、 M サイズ L サイズだとこのパッケージじゃないので、だから S サイズを頼みました。そういった理由でね、だから量的にはこっちの方が多い。ただここの痛みはないはずっていうところで頑張ります。怖いなー、僕本当に炭酸を飲まないんですよ、全く。飲めないっていうか、痛すぎて。苦手。マクドナルドとか行っても、ミルクしか頼まない。これもストロー刺してたので、これも最初これしましょう。パンってやつ。よし。涼しげでいいですね。いきます。あ、待って。先にこっちの味のレビューしよう。早飲みだったから味レビュー全然してない。結構ね、ミルク感があって美味しかった。ミルクの柔らかい感じ、ミルクの優しさと、ラムネの爽快感というか、すっきりした感じで美味しい。もちろん炭酸はないですけど、お菓子のね、ラムネ味っていう感じで。待てよ、お菓子？あれ？ほんと？あれ？お菓子のラムネじゃん？まあ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 。まあ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 。え？結局は、本物のラムネですもんね。それでは、いきます！位置について、よーい、スタート！あ！なんかすごくラムネ弱い。弱いこれ。なんか炭酸抜けてる、そもそも最初から。全然炭酸きつくないんですけど。え？出てこない。
こんなビタンさんでもこんな涙出てます。ラムネこれ飲み方見つけました。ラスト二口で飲み方見つけました。ちょ、これみんな知ってるかな？多分こういうことなんだと思うんですよ。ラムネってここへこんでますよね。で、ビー玉一旦ここで止まるんですけど、もう一個くぼみあるじゃないですか。この二つ。だから、ここを下にして、このようにして飲むと、ビー玉がここで止まるんですよ。でもこれがもしこっち向きとかだと、こっちまで来て蓋されちゃいますよね。だけどこのくぼみを下にすることでビー玉が止まってなんと飲みやすくなりました。後半で気づいたんですけど、この飲み方すればもっとタイマー上がってた。炭酸は弱かったんですけど、ロスタイムしまくっちゃいました。ですがタイムがなかなかの接戦です。あ、ちなみに、ラムネは、購入して時間が経ってたものじゃないのに、炭酸がめっちゃ抜けてました。コカ・コーラの残りの3分の1ぐらいになった時ぐらいの炭酸の量、炭酸の強さ。本当に弱かったので、それも今回、早かった要因の一つかなと思いました。それでは、結果ですよね。22秒の差でした。今回、勝ったのは、ラムネシェイクの勝利です。誤差が本当になくて、この飲み方を気づいてればラムネ勝ててたと思います。こっち、ちなみに2分9秒ですね。マックのシェイクがめちゃくちゃ美味しかったので、これ良ければ皆さんぜひ買ってみてください。とにかく味がめちゃくちゃ美味しかったです。ミルク感のあるラムネっていう感じでね、まあ、どっちも炭酸がきつかったり冷たくても痛くなったりするので、皆さんは真似しないようにしてください。過去にもね、よく〇〇対〇〇やってるので、そちらは動画の最後に貼っておくので、よければぜひ見に行ってみてください。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。